クーチョキパーで、クーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手は世界一甘いやつ、左手は世界一辛いグミ。どうすんだよこれ。ということで皆さん、またまたですね、とある方、もうとある方と言ったら、サムネタイトルにはね、分かっちゃうんじゃないかなって言ったら、そうなんです、またやつです、ルートです。僕が事務所の帰りにたまたますれ違って、ルートくんと会った時に、次はこれやってくださいみたいな、前回さ、ウーバーイーツのやつやったわけですよ。あれの喜びを知ったのかわからないけれども、 YouTube 撮りたいっすよねみたいなに言われて、なんとですね、こちらのなぜかわからんが2つね。1個だと動画映えしないみたいな感じなのかな。いや、するだろ、1個で十分だろ。なんだったらなんで2個やるんだよ僕。という感じで、罰ゲームでもないのに、今から、世界一辛いグミと世界一甘いなんかを、これは何だろう、フルーツなのかな、フルーツいただきたいなと思います。マジどっちからがいいんだろう。食べやすい方がいいよね。辛いとダメ、あ、辛い後に甘いのを食べれば辛さが抑えられる的な、そういうので送ってきてくれた可能性もあるね。あ、じゃあもうこっから食べた方がいいんじゃないの。ということで、最初にじゃあグミから食べたいなと思います。なんかすげえステッカーあるんだけど。いかにも危ないよみたいな、もうダイナマイトだね。絶対ダメなやつじゃん。これ何、この1個で爆弾を発揮するぐらいの効果があるの。やば、なんで送られてきたんだこれ。たった1個しか入ってないけどさ、やばくない、大丈夫なのかな。早速食べていきたいなと思います。たった1個のこちら、いや1個だったらそんなにさ、5個ぐらい食べたら辛いみたいなのあるかもしんないけど、さすない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 。いただきます。匂いはね、危ない匂いするね。相当香ばしい、なんか絶対に食べちゃいけない匂いする。こんな匂いするグミ僕初めて食べるかも。うわ、きつい、匂いだけできついわ。いきます、いきます、食べます。これ、口に入れた瞬間とかじゃない、大丈夫かな、うん、あ、ダメだ、ダメだ、うん、やばい、マジでやばい、これやばい、ほんとにやばい、え、やばい、頭おかしい、あ、痛い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 、やばい、バカ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 、え、バカバカバカ、僕これから放送ある、やばい、死ぬんだけど、うわ、無理、もう本当にやばい、やばい、あ、やばい、今まで食べた中で一番辛いかもしんない。こんな一瞬で辛くなることある、え、辛いんだけど、やば、前回のココイチの10辛の多分10倍は辛い、や、いって、え、これマジでやばいわ、え、なんかいきなりテンション下がったんだけど。この後もう食べたくない、僕違うの、これ甘いやつ、いてしまいました。これ開ける、缶詰開けるだけでもなんか匂いとか怖そうなんだけどな、ベトベトしてない、これも開けてみるか、うわ、なんか、え、なんか虫入ってない、あ、これなんか虫じゃないわ、え、何これ、もう砂糖の塊みたいな白い、うわ、なんか白いなんか塊が浮いてたんだ、うわ、やだこれ、うわ、食べるか、これ、え、なんなのこれ、揚げパン、すごいグミみたい、なんかフルーツではなさそうな気する、パンなのかな、甘いんでしょ世界一、え、やばい、それじゃあなんか、パパッと行きたいなと思います、食べます、やばい、揚げパンだ、揚げパン、ドーナツ、揚げドーナツみたいな、いや、あんま、いや、あんめ、口に残るこの甘さ、なんかちょっとごめんね、なんかいろいろわかん、もうわかん、わかんない、あ、わかんない。え、私はな、誰、な、何をしてたの、え、はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。